ずっと誰も好きになれなかった。だけど君に会って初めて初めて好きだと思った。あんた脅迫しに来た。しばらくの間一人ガキの面倒見てほしい。報酬私が半分もらう。僕は潔癖症だ。私はいわゆる視線恐怖症。私とやりたい？何があったとしても絶対に一線だけは越えるな。他人を受け付けない。外にも出られない。僕は一生一人だ。どうして自分は生まれたんだろう。どうでもいいじゃん別に。私もうすぐ死ぬんだ。寄生虫。人には100兆個以上もの細菌が住み着いてるが、これが正常だ。ウイルスが起動するのは12月24日クリスマスイブ。それが世界の終わり。お母さんは虫に殺されたんだ。私いつか君を殺しちゃう。あら、分かってる。私のことなんてどうでもいいこと。うちはここでしょ。ここにあるのは何。君が僕に命をくれたんだ。私は忘れない君のこと。